どうも、かいさくです。つねです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですが、はい、まあ、小部屋ということなんですけども、はい、何やらね、最近なんか、うん、むちゃくちゃ流行ってるアプリがあると。そうですね。でそれをつねがよくやってて、はい、ズバリ何でしょう。これはトゥーンミーというアプリで、トゥーンミー、はい、ギャグですかそれは。いや、ギャグじゃない、トゥーンミーちょっと、難しいですね。基本、顔同じですよ。顔が一緒なんです。僕もこれと一緒で一種類しかない説。種類は少ないです。トゥーンミーっていうのが、はい、あのアプリでありまして、それはあのいろんな人をこう被写体、いろんな人を撮って、その撮った顔がディズニー風アニメになるとになるアプリなんです。それが今巷で流行っていて、ディズニーがようやってて、それをカジサクの楽屋っていうアプリでね、こう見せてもらったところ、そうなんですよ、はい、あの視聴者さんからすごいこれぜひみんなでやってほしいみたいなお声いただいて、はい、だから今回チームのみんなと、プラス今家にいる子供たち、はい、ちなみに嫁サックもいるんですけど、はい、あと孤児、千孤児、はい、の2人がいるんで、はい、と僕、全員やっていこうかなと。いや、これはもう、ね、めちゃくちゃ喜んでくれると思います。どんなキャラクターになるか、確かに、はい、楽しみ。結構なんか、うわーいい、似てるみたいな。あ、そう、僕も家族でやって盛り上がったんで。あ、そうね、はい、やっていきますか、じゃあ、はいはいはい、そんな動画でございます、はい、じゃあ早速やっていきましょうか、はいはい、どうやんの。もう簡単なんですけども、トゥーミーのアプリ開いてもらって、特に名前はないんですけど、一番左上にある、選択肢選んで、これ見してもいいんじゃない。あ、いいですかね、これです言うて。いろんなパターンあるんですけど、僕がやってて楽しかったのがこれですね、ディズニー風。はい、ディズニー風、なんか違うパターンのディズニー風も中にはあるので、それも皆さんぜひやってみてください。はい、で今日やるのが一番、左上のやつでやっていきたいと思います。どうしたらいい俺。もうあのいつも通りのお顔をしていただいて、カメラを見たらいい。はいはい、いや違う違う違うこっちやなんでこっちやこっちはこうやってトゥーミー、トゥーミーやなツッコミなさはい、では、今から撮らせていただきたいと思います。はい、はい、こっち行こうか。はい、うん、お願いします。それで行きます。3、2、1。これで、はい、はいはい、これで、これがディズニー風に早上がりします、はいはい、どうなんの。すぐ変わんの。すぐ変わります。1個だけ広告を挟んだらすぐに、どこを挟んだら。いや、広告です。広告、この中のそうそう、アプリのこの中に広告が5秒ぐらい流れ。あ、すごい、出てきた。出た。どうなの。なるほどな。ディズニーっぽい、ディズニーっぽいでしょこれ。でも絶対主役じゃない主役ではない。主役ではない感じがするな。 あ、でもわからん、その物語によっては主役でもいるかも。いや、そうですね。あ、こんなん絶対子供たち好きやわ。これはもうめちゃくちゃ楽しい。やっぱ今まであの子供たちも僕らもそうですけど、見てたディズニーの中にいるキャラクターみたいな顔になるんで。なるほどね、はい、できるな、こういうのって。すごい面白い。面白い、面白いでしょ。じゃあ次、嫁サック、はい、呼んできます。はい、どうも、嫁サックです。はい、よろしくお願いします。やったことある、これ。ない。ない、うん、どんな感じになるの、ちょっとじゃあやっていきます。はい、はい、お願いします。じゃあ後ろ下がって、はい、いや、入ってる。すごい。面白い人入ってる。面白い人って。今はもう綺麗な人で撮りたいんですよ。あ、そうか。面白い人いらないんですよ。いや、赤。赤。赤。どうなんのこれで二人でやったら。二人はね、反応しないんですよ。あ、じゃあ反応しないです。はい、すいません。失礼します。はい、チーズ。さあ、どうなんのか、はい、か。はい、この写真を編集したいと思います。はい、変わりました。お、はい、こちらでございます。ええー、面白いでしょ。すごいな、ねえ。アナと雪の女王のさ、うん、クリストフのお母さんっぽいか。いい例え。ああ、でもやっぱり綺麗な。綺麗綺麗。だいぶふっくらしてるけど。いやいや、でも、下品じゃない、しっかりなんか特徴を捉えて、その、ディズニー風にしてくれてる。なんか悪いことしなさそうだもん。確かにいいやつ、絶対にね。これ絶対いいやつだ。そうね、なんかあの町の人っぽいよね。そうね、村の人っぽい。面白い。じゃあ次、面白いですね。コジ行こうか。はい、コジ。ドゥークイです。ホザー。ホザコジ、こんなの絶対好きだよね、うん、自分の顔がディズニーっぽくなるんだよ。ディズニーっぽい、イエイ。元気いっぱい。
ぱいでございましたですね。はい、じゃあ早速ドローかこじ。よし。どうなんのこじ。どんな顔になるかな。よし。いけるかな。おい。こんな顔でもええの？これは僕試したことないです。どうなんだろう。やってみる。やってみる。それでいいの？楽しみ。普通の顔じゃなくていいの？うん。おーそう、オッケー。やりたい顔で。うわちょっとおもろそう。どうなるの？いくよ、はい、チーズ。どうなんの、どうなんの。ギャグ漫画の顔してる。よっしゃ。これで変わるかどうかだね。変わるかな、うん、じゃあこの顔を。はい、最高の顔だけど。いきたいと思います。はい。どうなるか、果たして変わるのか。うん、できました。はい、コージーこちらでございます。おわあ、なんか、うん、なんか高青年になったね。かっこいい。だいぶ大人になったな。だけどさ、なんかさ、うん、あれ家っぽい。コージーのコージーの時の方が、うんうんうん、家っぽい。家っぽい。ほら、バックがね。バックがね。確かにね、ちょっと雰囲気違うね、さっきとね、うん。だからやっぱりこのアプリの力を持ってしても、コージーの変顔はコピーできなかった。そうですね。うん、普通の顔で撮ってみる？あ、それもやってみよう。うん、なんか、うん、それくらい変わるか。うん、うん、顔が変わるかね、どうなるか。多分変わると思うよ。撮ってみよう。じゃあ行くよ。目でっかくしちゃダメ。いいよ。いいよ。それがいい。もうなんかしないと気が済まない。かわいい。いいよいいよ。はい、チーズ。オッケー。これはちょっとこれ、うん、かわいいから。かわいい、かわいい。雰囲気変わりそうですね。これ写真によってだいぶ雰囲気変わるんです、やっぱり。そうなんだ。はい。さあどうなるか。じゃあ声がね変わるよ。はい、できました。おい、見せて。こちらでございます。目でか、目でか、目大きくしたから。やっぱ強調されるんだね。うん、本当だ。でもちょっとディズニーっぽいっちゃディズニー。これ髪の毛すごいね。そうですね。うん、どうコジ。すごい、すごい、うん、誰。これは子供たち喜ぶわ。コジがディズニーの漫画に入ったらこんな感じになる。そういうことよ、うん。ちょっと引いてるやん。じゃあ次、せんちゃんいきましょう。はい、どうも、せんりです。いやったー。さあ、せんちゃんもこれ楽しみでしょう、うん、こういうの大好きだもんね、うん、早速やってみる。うん、OK。 はい、じゃあせんちゃん写真撮ります。どんな顔にする？可愛くないかな。あ、笑顔。あ、いい笑顔で、ね、あ、いいね。はい、いくよ。はい、チーズ。はい、来たー。どうなんだろう。せんちゃんの顔変わります。いい笑顔だよ、せんちゃん。ちょっと待ってね。さあ、どんな感じになりますか。はい、できましたー。おせんちゃん行くよ。はい、せんちゃんはこちらでーす。なんかちゃうぞ。性別変わっとるかな。ちょっと違うな。なんか全然違うな。うん、せんちゃんどう？気持ち悪い。ちょっとなんかちょっと俺このアプリに物申したら全然似てない。ちょっと違うな。せんちゃんさ、じゃあ笑顔せずに普通の顔にしよう。うんうんうん、それがいいかもよ。それで撮ってみようか。確かに、はい、じゃあ撮ってみよう。角度とかね、うん、あるから。よいしょ。普通の顔ね、笑顔なしで普通の顔。よし、じゃあ行くよ。はい、うん、はい、チーズ。きた、うん、よし、真顔だ。はい、真顔です。うん、はい、これはいけるんじゃないか。これでどうなるか頼むよ、アプリ頼むね。全然せんちゃんじゃなかった。全然似てない。せんちゃん喜んでほしいんやから。せんちゃんちょっと嫌だったよね。なあ、喜んでほしいんやから。できました。お、来た。せんちゃんの真顔こちらでございます。かわいいやん、これ。かわいらしい。かわいい。せんちゃんどう？かわいくない。かわいくないか。そうか、嫌だった。これちょっとかわいいけどね。なんかお願い事してるみたいな感じの顔になってるけど。そうだね。うん、でもせんちゃん的にはちょっと違うかったか。どう？ちょっと違うかった？ちょっと違うかったか。でもこれもしゃあない。そうですね。リアルやから。うん。うん、じゃあ。変顔。変顔？いいよ。変顔やってみようか。よっしゃ。どんなになるかな。挑戦してみよう。よいしょ。いくよ。はーい、チーズ。いい顔。ほら、いい顔するね。いい顔。これがじゃあどうなるか。おはい、できました。できた。せんちゃんの変顔です。こちらです。おい、おい、似てねえよ。似てねえよ。せんちゃんどうですか。気持ち悪い。似てな
いよ全然。多分これ相性みたいなのあるわ。そうですね。うん、はい、ありがとうせんちゃんね。ありがとう。じゃあ次チームカサク行く？はい、行きましょう。行きましょう。はい、トンボから行こうか。あ、僕から行きますか。はい。はい、トンボでーす。はい、トンボなんかめちゃくちゃディズニーっぽくなりそうやな。なんか、ね、なんか悪役っぽい。誰が悪役や。簡単そう。簡単そう。誰が簡単な顔や。やってみましょうよ。やってみましょう。帽子はそのままでいい？帽子はそのままでいいです。そのままでいく？はい。うん、はい。はい。はい、それではいきまーす。はい、変顔すな。ねえ、してねえわ。してねえわ。え？めちゃくちゃ変顔しとったから。してねえわ、変顔。ね、変顔してなかった。してましたよ。してねえわ。してなかったですか？してないよ、普通。可愛い顔してたでしょ。すいません。うん、はい、いきまーす。変顔やめろ。してねえんだよ。してねえんだよ、だから。いい加減にしろよ。ごめん、もう見ないですよ。映せないですよってね。いきまーす。はい。はい、チーズ。はい、はい、楽しみ。はい、トンボさん行きまーす、うん、どうなるかな、どうなるかね。はい、できました。はい、トンボさんをディズニー風にしたらこちらでございます、はい、おー、いや、ええやん、なんかいいじゃん。いいですよね、なんか思ったよりええな。なんか好青年で、なんか下膨れだな、でもなんか偉いだからやっぱり顔を笑顔でこう、うん、んやるとなんねん。嫁さん、嫁さんもそう。確かに確かに。もうでもいいんじゃない？うん。なんかちょっと思ってたんとちゃうな。なんか帽子かぶってるからじゃない？あ、帽子かぶってるからか。なんかすげえいいやつやもん。いい、絶対これもう、そうですね。いいやつですよ。いいやつ、いいやつ。いいもん。なんか上品なのが嫌やわ。いいだろ、上品でも。納得いってない。いや、でも面白いね。うん、いい、いい。はい。じゃあ次、安武行く。はい。安武です。よろしくお願いします。うわうわ俺が言うやつだし、あ、そうか、人が言うやつとかじゃないですよ。俺が言うやつでもないですよ。自然に笑っちゃったらそうなってる。うわっ、うわっ、そんなんじゃない。それ意外と難しい。難しいの、そうですね。じゃあやってみましょう。はい、じゃあ安武さん行きます。安武は言ってね、どうなんだよ。まあ、ねえ、うん、ハンサムな感じになるような感じするけど、はい、奇跡起きてほしいな。行きます。デビルみたいになれへんかな。確かに。さあ、はい、デビルになれへん。はい、こちらです。魔王みたいな、マレフィセントみたいな、マレフィ角生えてやってほしい。はい、安武さん、こちらでございます。うわっ、おこれめちゃくちゃ安武一番似てるんじゃないのこれ一番似てるよ。似てる。そして一番おもろい。いや、安武似てる、似てる。すぐディズニー出れますよ。出れる、出れる、出れる。うわ、めっちゃ安武やん。出てたよこれ。ちょっと子供みたいになってる。うちの子供たちと普段遊んでる時の安武。優しい安武。優しい安武。これ完全にそう。ベイマックスとか出てたよ。出てたな。出てた、出てた。面白い、面白い。面白い。じゃあ次、はい、土橋くん行こうか。土橋くん、はい、お願いします。土橋源五郎でーす。俺、源ちゃんとかは結構いい感じになるのちゃうかなって。確かに、なんか、かっぷくもいいし。そうですね。楽しみです。どうした急に楽しみです。機嫌が良さそうで、はい、何よりでございます。じゃあ、撮っていきましょう。はい、行きましょう。どうなんだろう、ヒゲがね、うん、そうそう、なんかね、うん、今までのそのみんなとタイプがちょっと違うから。違うね。はい、行きます。はい、なりそうだけど、どんな時の顔なんだどれどういう感情なの、どういう表情なのこれ。どんな思ってんだ間違いっすみたいな何やこの感情一人で遊園地来てジェットコースター並んでる時どんなんだろうね、顔ですよね、なんかね。さあ、どうなるか。はい、できました。はい、はい、土橋くんはこちらでございます。すごいよ。いるどっか似てるよ、うん、でもしかもヒゲないね、うん、ヒゲがないですね。確かにヒゲ消えてる、うん、似てる。ちょっとでもなんやろ、俺の勝手なイメージやで、はい、このキャラクターは、うん、なんかいい人に見えるけど、はいはい、裏で悪いことしてる。わかる、なんかわかる。確かにこれ後半裏切るタイプ。後半裏切る。いや、でも似てるね。似てるわ。面白い、面白いな、はい、面白い。じゃあ次、木島くん行こうか。はい、すいません、吉本興業で梶作のマネージャーしております、木島と申します。よいしょ。さあ、木島くん、はい、どうなるかやね。やったことある？いや、ないです。ないよね、はい、うん、じゃあこっち、はい、はい、これで楽しかったら彼女と一緒にな、うん、あ、いいですね。確かにいいじゃん。はい、行きます。はい、チーズ。どうだ、うん、はい、木島くんも好青年だもんね。好青年やから。はい、
どうなるか、これ相性あるな。相性あります。あるあるある。本当にあの皆さんの写真によって全然変わってくるんですよ。自分の同じ写真でも全然雰囲気が。ディズニーの人ですか？あれちょいちょい気になっててんけど。あれ違います、これディズニーが出してるアプリじゃないですか？あ、違うの？違います、違います。じゃあそこのアプリの関係者ですか？違います、違いますよ。さあどうなるか。はい、できました。お、はい、それでは木島くん、こちらでございます。ああ、なるほど。もう高青年。高青年まんま全然ちゃうな。はい、なんかこれ、ああまんま似てるな、これ似てますね。結構これこの子が挨拶来てくれたら安心するわ。あ、なるほどね。やっぱりドバシ君のやつ来たらちょっと大丈夫かこの子って。俺親として親としてこの目の奥笑ってないよ俺。なりそうやけど、この子来たら俺、ああ爽やか、爽やかやね。さすがです。オッケー、じゃあ最後常行こうか。あ、いいですか、私も。はい、ありがとうございます。じゃあラスト、はい、常、せっかくやったら、はい、いいですか、写真撮っていただいて。もちろんもちろんお願いします。ツネはね、この奇抜なヘアスタイルが。はい、違う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 。ツネツネツネ見てましたよね。なんでカメラ撮ってるんですか。ツネです、ツネで。ツネね、はい、オッケーオッケー、いきますね。はい、はい、チーズ。いい顔してるね。キャラクターっぽい感じになりそうな。ツネ、はい、とかなんかすごい似合いそうだ な、はい、なるかな。髪の毛もこれだからこんな感じな、ね、確かに。どうなるんですかね、キャラクター感があるから。もともとね。はい、できました。はい、こちらです。うわ、うわ、もうすごいわ。むちゃくちゃ似てるじゃないですか、これ。まんまやん。そら君このアプリ好きやわ。もうすごいやん、これまんまつね。そうかもしれん、そう、似てるから好きになっちゃったんかもしれない。外国の人、外国のキャラクターみたいな。そうそう、トイストーリーとかに出てきそうだ。あ、確かに。そうそうそう。なんやねんお前。楽しいなこれ。お前せんちゃんちょっとテンション下がってねえぞ。それはほんとすいません。いや、これつねやっぱ一番似合ってるわ。相性合うんですね。ぴったりぴったり。ぴったりやね。はい。でも楽しかったですよ。いや、よかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそです。もう一回ちょっと確認させてください。はい、アプリ関係者のことじゃないですか。全く違います。全く違う。ただのミーハーですかね。ミーハーですか。はい、ただ説明の仕方がいやらしかったですね。流行ってたのでやりたかっただけなんです。いや、でも楽しかったです。ありがとうございます。はい、そんな動画でした。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。